はい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 。7連勝すかやばない。勝ち出したら止まらんやん。ほんまに。すごいと思うね、ジャイアンツね。やっぱり今日に関して言ったら、やっぱグリフィンの出来だと思うし、 DNA もすごくいい打線なんだけど、4回、5回、6回、ちょっとね、雑な攻撃というか、その、ちょっともったいない攻撃してたなーっていう風にやって、まあ、まあ仕方ないところあるんだけども、まあそこにね、しっかり付け込んだジャイアンツというところで、ちょっとね、本当に、あの、なんか強いチームの風格というか、なんか、 この点差あったら、もう余裕やな、みたいな感じ、後半、出てきてないすかてな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てってください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほど終わりました。先ほどというか、まぁ、あ、ちょっと時間経ってるかなすいません、ちょっと時差、時差があってね、えー、ちょっと、すぐには出せないんですけども、 ええー、ジャイアンツ対ですね、DNA ベイスターズの試合解説の方をやっていきたいなというふうに思っております。なんとですね、ジャイアンツ今季初かな今季初の7連勝っていうところで、ちょっとエグいねっていうところ、このオールスター前に、ちょっと上がってきてるなっていう感じはすごくしてますと。で、まあ先ほども言いましたように、試合運び的なところでね、 やはり、ピッチャー陣の安定っていうところもありますし、まあ、守備陣をね、変えながら、え補強、守備固めを入れながらっていう風なね、ところを後半やっていくんで、ジャイアンツの場合はね。非常に、なんて言うんだろう。この点差あったら、今日まあ、ちなみに5点差あったんですけど、5点差あったらまあ、勝てるなっていう,う、まあ、そう、相当なことない限り、逆転されることはないなっていう感じの雰囲気がね、もう出てきてるんで、 非常に今状態、チームの状態、えー、いいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。じゃあですね、今日の構成としてはですね、まず、得点シーン振り返っていきまして、そこから、あ前日からね、結構オーダー変わってたんで、それの比較をしたいと思います。で、三、えー、つ目はですね、僕が気になったところを、配給チャートなんかもね、えー、含めながらですね、踏まえながらですね、えー、見ていきたいなというふうに思っております。 はい。じゃあですね、まず、特典シーンなんですけども、僕のこの辺ぐらいに、えー、画像を出しながらあ見ていきたいなというふうに思います。はい。まず今日はですね、まあ、6対1というところでジャイアンツがまあ、解消というかね、えー、非常にいい試合運びができましたと。で、えー、まあ、それもね、あの、やはり先制をして、えー、しっかり追加点を奪っていけたっていうところが、えー、大きいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まずなんですけども、1回裏ですね、 ワンアウト一二塁から岡本選手のこれセンター前のタイムリーというところで、まあ安倍監督もおっしゃってましたけども、非常に打球方向が変わりましたよね。うん、マジで、前は結構引っ張ってゴロになったりとかっていう打球が非常に多かったんですけども、僕は広島戦のホームランあたりからだと思うんですが、やはり逆方向を意識し出したというかね、センターを中心に打ち始めたなっていう感じはするんで、やっぱり、 基本っていうのはやっぱ大事ですね。やっぱり、えー、まあ、これぐらいのクラスの選手になってもですね、そういった、えー、ところを意識しながらやってるというところですよね。はい。で、3回裏でいいですね。これ、先頭の吉川選手のホームランね。これね、ストレート一本に絞ってましたね。あの、どこまで飛んだんっていう、あの細い体でどこまで飛ぶんっていうところで、え冗、ー、談まで行ってましたね。あれ、すごいです。 はい。で、なんですけども、4回もてですね、先頭のオースティンに甘く入ったスライダーをね、ホームラン打たれてしまうというところで、まあこれがやっぱりソロで良かったなっていうところはあるんですよね。やっぱりね、えー、複数得点になってくるとやっぱ厳しいなっていうところあるんだけど、まあ昨日とかもそうなんだけど、取られてもね、そのイニング1点しか取られてないっていうのが僕非常に大きいんじゃないかなっていう風に思うんですよね。で、ここですよね、6回裏、あ、2アウト満塁から、角脇選手のね、これ、3点タイムリーかな。 えー、ツーベース。非常にね、これ、ノーアウト満塁から、ワンアウト捉えて、ツーアウト捉えて、嫌な雰囲気だったんですけどもね、ここをね、払拭してくれました。非常にナイスバッティングだったと思います。で、その後もですね、なんとグリフィンが、ツーアウト二塁から、これセンターオーバーのヒットを、ツーベース打つというところで、まあ前の打席もね、センターにいい、いい形でね、打球上がってましたというところで、えー、まさかグリフィン二刀流やんのかというところで、えー、それぐらいいいバッティングでしたよね。 はい。で、そ、それ以降はですね、しっかり、まあ、0で抑えて、まあ、6対1という、万弱のゲームをー、制したんじゃないかな、っていうふうに思います。じゃあですね、えー、前日からのスタメンの変更点などを見ていきたいと思います。この辺あたりに僕の顔をね、えー、埋め尽くそうかな、というふうに思うんですけど、この辺に画像を出しながら、見ていきたいと思います。まず、ジャイアンツですね。ジャイアンツの方から見ていきましょうか。はい、えー、前日から変わってる点はですね、 まず、岡本選手、打順は変わってない。4番は不動なんですけど、昨日、さ、ファーストに入ってたんですよ。ファーストに入ってたんですけども、今日はサードに入っておりますと。で、えー、昨日、キャッチャーの大城さん5番で入ってたんですけども、今日はファーストに大城さんが入ってます。で、えー、今日のね、えー、まあ、昨日か。昨日、坂本さんがね、サード入ってたんですけども、今日は、あカズマ選手がね、サードに入ってて、 えー、今日は岸田選手がね、キャッチャーとして、6番にキャッチャーとして入っておりますと。はい。まあ昨日、坂本選手がね、まあ出たと。ぶっつけ本番というところで出たんですけども、まあ、あの、ヒットはね、出てないと。まあ、いい進類ではありましたけども、まあヒットは出てないというところで、今日はね、えー、欠場、途中出場もなかったですね。はい。で、昨日は戸郷投手がピッチャーで、今日はグリフィン投手というところで、まあ、あの、7連勝というところを非常に素晴らしかったんじゃないかなっていうふうに思います。 で、次、ベイスターズ見ていきましょうか。ベイスターズはですね、えー、ちょこちょこ結構変わってますね、今日もね。はい、えっ、ー、と、まず昨日はですね、ライトにカジュラ選手入ってたんですけども、今日は、えー、あ、昨日は1番だったんですけども、今日は2番にカジュラ選手入っておりますと。で、えー、昨日は2番にセンター関根選手入ってたんですけども、今日は1番にセンター桑原選手が入っております。 はい。でですね、えー、昨日ですね、えー、5番に、えー、レフト佐野選手だったんですけども、今日は6番に、えー、なっておりますと。で、キャッチャー昨日ね、山本選手、非常に僕、いいキャッチャーだよというふうなね、えー、こと昨日の動画解説でも言いましたけども、今日はですね、山本捕手ではなくて、えー、伊藤捕手がね、7番に入っておりまして、えー、昨日、 ショートね、えー、京田選手、7番かな ?7 番に入ってたのが今日は8番になってまして、昨日ね、えー、8番に入ってた井上選手、サードで入ってたんですけども、今日は、えー、5番に宮崎選手が出ておりますと。まあ、井上選手のね、昨日のあのー、三振っていうところがね、結構大きかったよっていうお話し,しましたけども、やはりそういったところで今日は、あベテランの力を借りようというところで、宮崎選手が5番に、えー、入ってますと。 で、昨日はピッチャー、ジャクソン投手で、今日はね、えー、吉野投手。プロ初先発ですね。はい、トヨタ自動車から来た選手ですけども、まあ、初物と言われるようなピッチャー、あの、非常にジャイアンツは苦手としてますが、まあ、そこちょっと不安だったんですけども、今日はまあ、非常にいい、いい入り。うん、いい入りもそうですし、得点も追加点ね、奪えていけたんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあですね。 ここからですね、僕が気になったところを見ていきたいなというふうに思ってます。はい、非常にね、細かいところも今日はね、守備というところでね、良、えー、かったところもあるんじゃないかなというふうに思います。まず、1回裏ですね、えー、やっぱり先制するのはでかいですね。非常に良い,い、良かったと思います。ワンアウトから吉川選手フォアボール、ヘルなんですがね、ワンアウト一塁からもフォアボールというところで、 ちょっとプロ初先発でやはり緊張、吉野投手ね、あったと思いますし、あのー、ちょっと気負ってるような感じはね、えー、すごくしました。で、ワンアウト一二塁からね、しっかりそのファーボール二つ出してチャンスをもらったところで、えー、岡本選手がタイムリーというところで、非常にね、ここでね、例えばゲッツーとか打ってたら、吉野投手ね、えー、調子に上がってくる感じはあるんですけども、ここでしっかりね、4番の仕事というか、きっちりこうランナーを返してたっていうところは非常に良かったと思います。ただ、 しかし、ワンアウト一二塁から大城さんが空振り三振、ツーアウト二三塁から岸田選手が見逃す三振というところで、えー、後続がね、えー、一点取った後、岡本選手の後が続かなかったっていうところは、ちょっとね、あれ、一点、ちょっと、二点は取りたかったなっていう感じはジャイアンツね、あったんですよね。だからこれが、えー、後々どう響いていくかっていうのは、ちょっと気になってたところではあるんですよね。 で、2回表ですね、これね、先頭の宮崎選手がセンター前と出ますと。で、これすごく細かいプレーなんですけども、ノーアウト1塁でね、佐野選手がセカンドゴール打つんですよ。1、2塁間にね。で、それを普通の野手だったら、普通のセカンドだったら、えー、ファーストにボールをね、投げて、 えー、ワンアウト二塁っていう状況になるんですよね。普通の選手であればね。ただ、巨人のセカンドっていうのは、まあ日本一の吉川選手が守ってますから、その一二塁間の打球に対してですね、取って切り返してセカンドに投げて、で、セカンドアウトにするんですよね。これで、ワンアウト一塁になるのか、えー、ワンアウト二塁になるのかは、もう全然もう運命の差なんですよね。で、ましてや、 先ほど言ったように、1点しか取れなかった。フォアボール2つあったのに、1点しか取れなかった。ジャイアンツちょっと、あー、2点は取りたかったなっていう風に思ってる中、ワンアウト2塁になるのか、ワンアウト1塁になるのかでは、全然違うんですよね。で、ここで、しっかり2塁でアウトを取れる、この吉川選手の守備力。で、普通に、ファンの方は、なんかこう、あー、直樹だったら普通だよ、みたいな感じで思ってるけども、これ普通じゃないんですね。ほんまにすごいいいプレーなんですよね。多分ね、 わかる人だったら、これ、このアウトの1個の大きさがどんだけでかいかっていうのがね、ええ、わかるんですよね。で、結局これ1アウト1塁から伊藤選手がファーストフライ、2アウト1塁から、ええ、あ、アウト一塁から京田選手が見逃す三振というところで、ええ、きっちりね、アウトを取ってるというところで、これがね、ランナー2塁に行ってたらもしかしたら新塁打打たれて、とかいうのもあるじゃないですか。だからそれぐらい、このアウト1個、この吉川選手の今日のこの守備1個っていうのはマジででかいんですよね、展開的にも。 はい。で、次、2回裏ですね。えー、これね、先頭の若林選手がね、これ2ベース打つんですよね。非常に、えー、昨日のサーナだから、あのー、非常にこう、上がってきてますよね。めちゃくちゃいい感じですよね、昨日ね。 えー、昨日から。で、ノアとニューアウトュ塁で、角脇選手のこの空振り三振ね、これちょっとね、フォークボールをね、まあ右打ちしようと思って、まあ打ちに行ってるんだけど、まあここを三振してしまうというところで、ちょっとこの打席ね、ちょっとこう、もったいないなというか、ちょっと角脇どうなのっていうところは正直あったんですけども、まあ気持ちは見えたんですけども、まあ結果が出なかったというところですね。 で、ワンアウト二塁からグリフィンがショートフライ。で、ツーアウト二塁からマル選手がセンターフライというところで、まあ、この門脇選手が進塁打、最低限でも進塁打打っててくれたら、非常に、えー、この回もね、点取れたんじゃないかなっていうところはね、まあ、たられ場ですけどもね、うん、あるんでね、そこはね、カド選手の今の立ち位置であったりとか、役割的にね、えー、そこ頑張らなあかんとこかなっていうふうに思いました。 で、次ですね、これ3回裏ですね。これね、先ほどまあノーアウト2塁から点が取れなかったよっていうお話しましたけども、ここでね、先頭の吉川選手がね、ホームランを打つというところで、これ非常に大きいホームランなんですよね。先ほどの守備といいね。この先頭のホームランといいね。やっぱりこう、なんか乗り切れそうで、チャンスは作ってるんだけど、なかなか取れてないみたいなところで、ずるずるいく可能性ってあるんですよ、野球ってね。 だけども、ここでしっかりね、これ、まあ、ソロホームランではあるんですけども、ここから、ここホームラン打てたっていうのはね、非常に、えナイスバッティングだったと思います。で、えですね、次ですね、これ4回表ですね、あの、DNA も反撃してくると。で、先ほど冒頭でも言いましたようにベ、ベイスターズね、今日ベイスターズは4回、5回、6回、この回の攻撃がちょっとね、あの、まあ、しんどかったというか、ちょっとね、 あのー、もったいなかったなっていうところはあったんですよね。今日の範囲っていうのは DNA から言うと、DNA ベイスターズから言うと、この4回、5回、6回の攻撃なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、これね、え先頭のオースティンホームランを打つんですよ。これも、スライダー甘く入った、外構えのね、えー、スライダーが内に入ってきてホームランを打つ。これはナイスバッティングだと思います。で、この時点で2対1なんですよね。2対1。ジャイアンツがまだ勝ってるんですけども、1点差というところなんですよ。 で、ワンアウトからこれね、ホームラン打たれた後にね、宮崎選手フォアボール出すんですよ。ちょっと嫌な流れじゃないですか、これね。で、ワンアウト一塁から佐野選手にまてこれヒット打たれるんですよね。センター前ヒット打たれて、えー、ワンアウト一二塁作られるんですよ。で、ちょっとここめちゃくちゃ重要な場面なんで、ちょっとこの辺に、えー、配球チャートね、み、あのー、出しながら見ていきたいと思うんですけど、ここでね、伊藤選手、ワンアウト一二塁でゲッツー取るんですけど、ここね、まずスライダー、 えー、空振り。これ、アウトコースぐらいに構えてたんだけども、ちょっとインサイドにまた食い込んできて空振りするんですよ。で、多分ですけど、岸田選手的に、先ほどのオースティンのホームランも、先ほどね、アウトコースの、おえー、スライダー構えてて、インサイドに行って打たれたっていうのがあるので、ちょっと伊藤選手のこの初球のスライダーも、同じような感じでね、投げミスをしてたんで、ちょっと危ないなっていうふうに、おそらく感じたと思うんですよね。で、次、ストレートでボールになると。で、ここでワンワンなんですよね。で、 え、先ほどスライダー空振り行ってるから、空振りしてるから、スライダー行きたいっていう風に思うんだけども、やっぱり先ほどのホームランのところもありますから、そこでね、真ん中低めにスプリット行くんですね。で、これで、えー、うまいとこね、えー、うまいとこに行きまして、で、これでね、ショートゴロゲッツーというところで、めちゃくちゃでかいのよね。これね、ホームランの後にフォアボールヒットというところで、これでね、追加点奪われてたら多分おそらく今日ね、負けてた可能性あるんですけど、ここで、 スプリットをしっかり投げきってね、ゲッツー取れたっていうのが、マジで今日の試合、一番でかいんちゃうかなっていうふうに思います。だからね、先ほど言いましたように、4回、5回、6回、DNA の攻撃は、ちょっともってなかったっていうふうなお話しましたけども、特にこのね、ワンアウト、一、二塁での、え伊藤選手のこれ、ショートゴルゲッツーっていうところが一番でかかったですね。うん。で、次ですね、5回表。この回もですね、先頭、強打選手がね、もうこれ、あの、ヒットで出るんすよ。これね、内アンダーなんですけどね。 で、ノーアウト1塁で、吉野選手ね、バント失敗。ちょっとね、これね、いただけないですね。まあ、敵チームではあるんですけど、まあ、ジャイアンツからしたら嬉しいことではあるんで、あるんだけど、ちょっとね、これはね、あの、吉野選手のこのバントの姿というか、やってるこう、やり方とか見てても、ちょっとあんまりこう、えぇ、ー、うまいような感じは見えないから、まあ、これからね、えぇ、ー、まあ、練習は必要だと思いました。 で、ワンナウト一塁でク原クワバラ選手、空振り三振なんですけども、まあ、スチールが成功すると。まあ、これちょっと吉川選手のこれ、えー、入るタイミングも遅かった、ああ、ような感じをしますと。まあ、うん、そうですね。で、ツーアーと二塁で梶原選手、まあ、ショートゴロというところで、まあ、この回もね、えー、結局バントを失敗して、ランナー二塁に送れなかったから、えー、点が取れなかったって言われても仕方ない回かな、というふうに思います。 で、えー、次ですね、5回裏ですね、これね、大きかったと思います。えー、グリフィンがセンターフライでワンナウト取られるんですけど、これ丸選手ね、今日、まあ5打数ノーヒットかなっていうところあるんだけども、結構センター中心にね、い、e、い打球が飛んでたんですよね。で、ここ。 ワンアウトランナーなしから丸選手のセンターフライね。これね、ダイビングキャッチするんですよね、クワ、クワハラ選手がね。これもね、抜けてたらね、二塁打、もしかしたら三塁打、ま、三塁打はないかな。二塁打になってる可能性は大きいんですけど、ここをしっかりファインプレーで取るというところはね、非常にね、クワハラ選手のね、守備力っていうのもね、素晴らしいな、というふうに思いました。で、えここですね、6回表ね、え先頭のこれ、オースティンね、これフォアボール出しちゃうんですよ。先ほどホームラン打たれて、やっぱ警戒。 えー、やっぱしてるというところもあって、フォアボール出しちゃうと。で、ちょっとね、グリフィンもね、フォアボール出したときにね、ちょっと感情出しちゃうというかね、ああ、クソみたいな感情出してたんで、あ、ちょっとやばいなっていう。だ、だ、あの、グリフィンって結構感情出しやすいピッチャーなんですけど、ちょっとそういうときってあんまりやっぱり良くなかったりとかするんですよ。イラついたりとかするんでね。で、この回ちょっとやばいなって。 思ってたんですよ。まあ、2対1というところがあるんで、ちょっと1点差でこれ、オースティンフォアボールでしょで、こっからまだ牧選手、宮崎選手、佐野選手とか、非常にね、強力打線があるんで、この回ちょっとやばいなと思ってたんですよ。なんだけども、牧選手をセカンドフライ、ワンアウト1塁から宮崎選手をセンターフライ、で、2アウト1塁から佐野選手を空振り三振っていうところで、ここね、フォアボールはあんまり良くなかったんだけど、ここの3人をしっかり抑えれたっていうところは、 先ほどの4回も言いましたし、5回も言いましたけども、めちゃくちゃでかいんですね。ここめちゃくちゃでかいんですよ。もう d メ a からしたら今日の範囲は4回、5回、6回の攻撃なんですよね。うん。で、この後ですよね、6回裏ですね、ピッチャー松本投手に変わりまして、ヘルナンデスがツーベース、ノーアウト2塁からカズマがレフト前ヒット。で、ノーアウト1、3塁で、大城選手ね、ファーボールというところで、これノーアウト満塁作るんですよね。 大チャンスですね、ジャイアンツからすると。で、なんですけども、ノーアウト満塁から岸田選手がファーストフライ。ワンアウト満塁から若林選手がね、サードライナーというところで、ツーアウト満塁になっちゃうんですよね。ジャイアンツからしたら、おいおい、ノーアウト満塁作って、ツーアウト満塁かよって。この回手入らへんかったらやばいってっていう風な形になるじゃないですか。で、ここで角脇選手のね、これツーベース。ちょっとね、これね、配球チャート見ながら見ていきたいと思うんですけど、これね、 ストレートボールになって、やっぱ満塁だから、やっぱフォアボールも出したくないというところで、ストレートボールになって次ね、ストレートもう一丁行くんですよ。なんだけども、そこをね、風脇選手がね、しっかり振り抜いて、これツーベース打つんですけど、これはマジででかかったっすね。まあ、安倍監督は先ほどのノーアウト二塁でね、僕言いましたけども、空振り三振したのが、ちょっとね、え良くなかったっていう風なインタビューで言ってましたけども、 確かにそれはそうなんですけども、でもこの場面で、えー、走者一層のね、これ3点タイムリーを打てたっていうところはね、マジででかいっすね。マジででかい。ここで、ほんまに、えー、ノーアウト満塁から1アウト取られて、2アウト取られて、で、カルワキ選手を凡退して、ノーアウト満塁から点入りませんでしたっていう風な形になってくると、マジでヤバいと思うんですよ。多分おそらく次のイニングにね、点取られる可能性っていうのは大だったんですけど、そこでしっかり打てたっていうのはね、カルワキ選手ね、まあ、 三振したのは、あのー、まあ、良くなかったけども、ここでね、挽回できたっていうのはマジで非常に良かったと思います。でですね、これなんと、この後にね、グリフィンがこれまたセンターオーバー打つというところで、えー、先ほどの打席もね、センターフライね、めちゃくちゃいい当たりのフライで、ま、あ桑原選手に取られましたけども、言うたら2打席連続でね、めちゃくちゃいい打撃ができる、できてるんで、すごいなっていうふうに思いました、マジでね。はい。でですね、 えーまあ、7回からはあ、佐々木千早投手出てきて、で8回表はですね、えー、ジャイアンツはいえー、泉投手う投入しましてで、9回表はですね、えー、点差があるんでね、平内投手というところで、まあ、しっかりね、えー、ゼロで締めて、6対1というところでゲームね、えー、終わりましたというところで、やっぱりね、結構6対1って余裕不そうに見えるやん。で 最、最後はね、余裕、余裕に見えました。5点差あるんで、今のジャイアンツの、あのー、9エンジンだと、まあ5点だったらまあ、まあ大丈夫かなっていうところはあるんだけど、やはり場面場面を見ていくと、先ほど僕も言いましたように、4回、5回、6回ね、この DNA の攻撃をしっかり、えー、追加点を与えなかった、与えなかったっていうところは非常に大きかったと思うし、逆にベイスターズからすると、 あの、このね、4回5回6回でもう1点取れたらとかね、えー、いう風なね、えー、思いはある、あるのかなというふうに思うので、うん、やっぱりね、えー、そこでね、しっかり抑えるだっていうのは、あグリフィンの出来であったりとか、あの、ピッチャー陣の、まあ、バッテリーのね、えー、配球であったりとか、ああ、 っていうところが大きいと思いますし、そこをね、えー、しっかりこう、勝ち切れたっていうところが、今のジャイアンツの調子の良さをすごく表してるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、てな感じでですね、今日も勝ちまして非常に気持ちいいんですけども、やはりね、えー、勝って調子に乗って足元すか救われるっていうのはね、やっぱり一番ジャイアンツファンが、ね、見たくないところがあるので、見たくないと思いますので、 やはり明日の試合もですね、しっかりこう、えー、望んでってもらいたいと思うし、やはりね、えー、なかなかね、簡単に終わらせてくれない打線なんでね、そこは、あの、きっちりね、データであったりとか、あの、傾向なんかも読みながらですね、キャッチャーもね、えー、まあ、岸田選手なのか、大城選手なのか、そこはね、明日はまだ、まだ分からないですけども、しっかりね、えー、ピッチャー陣も含めてね、え、チームはいい状態にあると思いますので、8連勝、9連勝、10連勝を目指してね、頑張ってってってもらいたいなというふうに思っております。 はい、そんな感じで今日はお出かけます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお出かけます。じゃあねバイバイ